遥か数千年もの昔、この世に存在している意志の力、ウィルによって繁栄していた国があった。ユーフォリア王国、王位継承者にのみ宿る強大なウィルの力で世界の頂点に君臨していた大国である。ユーフォリア王国をはじめ、人々はウィルの力で様々な文化を築き上げていった。絶対的力を持っていたユーフォリア王国、しかしその歴史はある日終わることとなる。ユーフォリア王国は海へと沈み、世界の8割は海に包まれた。海に沈む直前、ユーフォリア王国はその文化を世界に残すため、膨大なウィルを詰め込んだクリスタルを世界各地に封印し、それは伝説となって現代に語り継がれた。クリスタルの伝説。世界の8割が海になったことで活性化した海賊たちは、その伝説を求め海へ飛び出したのであった。そしてここにも一人、一攫千金を狙う海賊少年がいた。兄貴、本当にここにクリスタルがあるんですか？なあ、この近くに海洋神殿とかいう古代遺跡があるらしい。それが怪しいと俺は見たね。ああ、そんな噂もありましたね。信憑性は皆無ですが。うっせえ、幸運なら俺についてこい。へい。おっと、悪いが、ここは通行止めだ。石と海賊団さんよ。ベルガス、またお前か。また邪魔しに来たんですか？いい加減付きまとうのはやめてほしいんですけどね。俺たちはクリスタル探しで忙しいんだから、同郷のよしみでな。そうはいかねえ、これを見ろ。ウォンテッド、指名手配書。あの写真、兄貴じゃないですか？その通り、お前の手配書だ、イシト。なんで俺の手配書が？俺は何もしてねえぞ。現にこうやって手配書が配られてるんだ。おとなしく捕まってもらうぜ。賞金組になるようなことなんてしたことねえぞ。兄貴、嘆いてる暇はありません。攻撃の準備を。攻撃方法覚えてますよね？念のため聞いておくか。忘れてたんですか。こんなもんですかね。サンキューピンガー。よっしゃ、久々の戦闘だ、暴れてやるぜ。よし、敵が来た、陣形を立て直し迎撃しろ。一気に駆け抜けるぞ、目指すは奴らの向こう側だ。俊敏さには定評がありますよ。
おや、僕が出るんですか。素早さで勝負。いいんだよ。よいしょ。うりゃ。お前を倒す。覚悟しやがれ。そのセリフは聞き飽きた。お前ほど有言実行が似合わない男はいねえな、ベルガス。こいつらには負けられねえ。そんなバカといつまでも一緒にいることはねえ。俺と来いよ。悪いけど僕はあなたを兄貴とは呼びたくないね。そうかよ。よし、なら仲間はやめだ。てめえはペットにするぞ、獣人。やはり兵の熟練度は段違いか。引くぞてめえら。僕はやればできる猫です。
まあ今回も余裕だったな。はいはい、わかりましたから鼻血拭いてください。汚いので。俺は時々お前が古文に見えないことがある。猫は気まぐれですからにゃん。そんじゃ気を取り直してクリスタル探しでも。そうですね。私の名前はルル。ユーフォリアの鍵の所持者をクリスタルへ導く者。クリスタル？クリスタルって古代ユーフォリアの遺産の？あるかどうかもわからなすぎて値段が上がり続けてるっていう、あのクリスタルですか？持ってる剣のことだよ。へえ、兄貴の剣、前々から珍しいと思っていましたが、そんな秘密があったとは。ピンガ、とうとう俺にも運が回ってきたみたいだぜ。今こそ誰も手に入れたことのない古代ユーフォリアの秘宝を手に入れる時だ。え、信用するんですか？可愛い子、嘘つかない。素直に出しても下心は下心ですよ。はあ、わかりましたよ。ルル、お願いします。うん、じゃあ案内するからついてきて。どう？